はい、皆さんこんにちは。阿部の生命です。臨床寺大塚温泉のスライドショーです。まあ、この身代わり地蔵尊はね、矢沢頼綱さんという方がね、合戦の時に、身代わりになってくれた方をね、なんていうかな、忍んで作られたそうです。なんかね、見学のね、方を引率していた方もいらっしゃって、そういった方にね、ついてればいろいろと説明が聞けたんでしょうけども、そういうわけにもいかなかったんで、しだれ桜、町の指定重要文化財になっています。沼田城の真田氏からね、6連戦の呪文が許されたと言われています。境内にはね、所狭しとこういった石塔が置いてありますね。よく映らなかったんで、省略しちゃったんですけど、金付き堂もございましたね。これはね、比較的新しいね、石碑っていうかな。天明3年の浅間のね、噴火の時のものでをね。これ、大塚温泉です。パッと見ですね、一般住宅かなっていう、そんなね、感じの建物なんです。こちらがもうね、男子の浴槽なんですけど、入ってたのは左側のね、大きめの方です。もうちゃんとね、石鹸とかシャンプーとかございます。お湯もね、普通に出ますから。34.9 度。なかなかね、いいお湯でしたね。しかもね、2時間入ってね、300円なんです。1時間半ぐらいずっと入りっぱなしでしたね。常連のね、宿泊のお客さんがいっぱい来てました。遠くから眺めるとそんな感じです。私の止めた駐車場のね、隣も3台ありますから。これ、東吾妻町にね、ナズナという謎の看板がございます。ペンペングサっていうんでね、皆さん知ってると思いますけど、何なんでしょうね。はい、ご視聴ありがとうございました。